ちょっと待って。くれー。よいしょ。ネイルをしながら、ショールームをしながらやります。ちょっとこれ壊れてる。Okay. Mm-hmm. 暑いですね。しかし、今日はちょっと私どうしよう。そんなに長いことできなくて、実は。ショールームといった類の配信を。ダイオスさんもネイルしながら、あ、そうなの。そうそうそう。しかし、これ何？ベースコートですか？ちょっとこれ夜だけど爪削りがなくなっちゃった。ちょっとだけ爪切らして。まだ夜じゃない。オッケー。なんか爪の綺麗な形って何なんだろう。ほんと分かんなくなる。爪削り欲しい。どこにあったんだろう。私あったあったし、あったし、なんだし、これは無印、めちゃめちゃいいです。オンライン初めて撮ってみたよ。ありがとう。そうなんですよ。ちょっと今日はですね、準備もしないといけないし、明日のみたいな感じなんで、笑ってたのは私のであったんですか。笑ってたのは私のだ。笑ってたの。どうこのいか、なんだ。
ちょっと爪を切らせていただいてます。本当は切るじゃなくて削るのがいいんですけど、ある程度バキバキ切っていかないとね、削るなんて時間が、あの何やろ、ほのちゃん、くまさん、かたつむじさん、マーガレットさん、あのねさん、ハート、まさとしさんもハート、キンハートか、あのねさんもくま、ヨミーさん、ベルちゃん、会長さん、和田さん、オムライスさん、金のハート、オムライスさん、ありがとうスタンプ、ありがとうございます。はじめましての方ね、結構いました。嬉しい。今日見て、兄ちゃんと結婚するって決めた。それ早いね。大丈夫かな、その決断は。本当に人生においてその決断は合っているんですか。LINE 欲しいなった。 LINE かのようにDM を使いまくるさきさん。面白い。さあ、なんか本当に毎日日常のようにマジで友達のようにさ DM を送ってきてくれる人がさ、まあ、何人かいるんだけどさ、もう面白いね。なんか超日常をさ中継してくれる人もいるんだよ。何これ、その面白いの。本当に名札つけていっといた方がいいのかな。確かに名札つけてたら、あの一致するかもね、あれと。あら、月にゃんさん、なんだっけ、お城タワーありがとうございます。そうそう、まるで LINE かのように DM を駆使してる方々結構いらっしゃいますけど、うん、推しに DM に消しがち。いやでも私ね、好きなんだよね、面白いから。よく見てますよ、みんなの DM は返せないけど。そう、だから今日行くよとかね。今日行くよとかね。そう、私ね、最近は、まるまる歌ってって言ったら歌えます。って、うちわとか持ってたらダメだよね。あ、でもうちわね、持ってる方いましたよ。ここに、ポケットに入れてきてた方とか。もう刺してきてたりとかね、いましたよ。おもろいね。花粉症の話とか、花粉症の話とかね。花粉症の話しかしてない。それはもう。DM、インスタは見てます。そう、ツイッターはね、見れてないんですけど。インスタは見てますよ。だから、おすすめの音楽、これ聞いてみて、とかもあるし。そう、嬉しい。すごく。1枚は、はじめまして。来て、ありがとう。どんぐらいだろう。はじめまして。初めて来ました。ありがとうございます。お時間です。また来てください。ぐらいが1枚かな。うん。
ツイッターはなんか人によってはなんやあれのお名前の横にインスタみたいな感じでね、メールマーク、お手紙マークがあるんですが、そこから送れる方もいらっしゃいますね。最近は全部、あはは好きだよーって終わってた記憶間違いないまずもうね、画面ついて、うわーやっほーって言って、え、もう時間ガチか、やばいねー、てか最近元気みたいなね、面白いですよね、みんな個性が豊かで。いいんじゃないか。やばい。Oh my gosh。歌ってそうだなーって、ミスのところに行くときに電話で見てて、歌ってそうだな、そう、歌詞をね見るためにスマホでいつも歌詞を出してる。手に持たなければ OK って知り合いが言われて、ああそうかも。だから結構ね、うちわホルダーに入れてきてくださる方とか、ポケットにこう両方刺してイエーイって来てくださる方とかいろいろいらっしゃいますけど、歌ったら並んでるように聞こえるんじゃない？そうそうなんだけど、だからね、最後の方に一回歌った時に後ろの人が拍手して、でも私のファンの方らしいなって思ってね、嬉しかった。でも並んでる人とかに、うわっいいなそれって思ってもらえたらさらに嬉しいんで、そう、逆にね、そうだから嬉しいです、私は。うん、ピンク、ピンク、これはレッドだね、これはピンク、これは紫か、なんか絶妙だな。ずっと人並んでくれてた、あ、やば、結構みんな歌ってお願いするの忘れた、嘘、結構ね、みんな並んでくれて、いっぱいありがとう。
マイマグネ。あー絶妙。紫ね。絶妙。オレンジか。私オレンジ使わないんだよな。会話並んでる人に聞こえちゃう。わかんない。私は並んでないのでわかんないですけど、聞こえるんじゃないかな。わかんない。なんかギリって感じじゃない？とあるバナナさんにミスターと絶対気があるよとか。いやもうわかるやん。そんなわかってまうやん。一人しかいないのよ。なんかほんの少しピンクを混ぜたいんだけどな。ほんの少しって難しいよね。かわいいかも。いやーこれどう思う？パーテーション効果で会話聞こえない。あそうなんだ。見通しの方とご挨拶できて嬉しかった。おねちんかわいい。歌声はね逆に聞こえてて正解。私的にはそう聞こえてていいやつ。紫も可愛いけどな。ちょっと違うな。歌聞くだけに並ぶ価値あるね。やったーやったね、てか私さ一人だったねずっと。なぜか
なんかみんな割とあの隣のレーンだねとか言ってたけど、私マジで一人、隣の隣とかがせいちゃんだったかな確か。そう、そんな感じでした確か。うん、あ、かわいいかも。こんばんは。お話し会ありがとうございました。そう、割とね隣に誰もいなかったのに、ね、ずっと。難しいマグネットネイル、まとめ出しとループどっちがおすすめ。どっちで自分が着たいかですね。うん、もう一回でゆっくり長めに話したいか、何回も何回もこうかみたいな話ですね。どっちかと言いますと、そう、でも何回も何回もループする方のが多いかな。そう、
ミスターノアの皆さん、いい方ばっかりなので、どっちがおすすめですかとか聞いたら教えてくれますよ、多分。恋前にね、私のグッズを身につけた方がいらっしゃると思うので、おすすめ聞いてみて。はい、ありがとう。グッズを身につけてくださってる方が結構いらっしゃいますね。雰囲気でもね、わかる？本当に？雰囲気でもわかるって、皆さん。よかった、よかった。今日も素敵でした。ありがとうございました。本日も。ライブしてる人は来るごとに話の続きしてたり、ワンターンごとに違うことを伝えてきてくださる、なんかこうワンターンごとにね、考えて一回並ぶ話す、もう一回考えながら来る話すっていうのをやってらっしゃる方もいらっしゃいますね。そう、みんな結構個性それぞれって感じの回り方。現地で久しぶりの方もね、いらっしゃいますね。明日締め切り、あ、皆様近いので、ぜひゲットしてください。可愛いかもしれない。ポーズは8ポーズでって言われて、結構撮るんですね、撮影の時って。だからこういう8ポーズもあれば、いろんな8ポーズした方がいいかなと思って、いろんな8ポーズしたの。オンライン2年前でしたから、前の現地の記憶あんまないけど、あの時あんな騒いでないよね。多分そう。多分そう。と同じ8ポーズね、なんか不作だったのかね。でも私的には全然みんなと違う8ポーズだけど、8ポーズなので、あ、かわいい。
おう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 。Oh my goodness. リリミューのポリッシュ化学のリリミューって言ったのなんだっけ、ピンクちょっと赤っぽい血色あるよみたいな感じの色にしてます。Y 血色あるよみたいな感じ。サッシーのブル、ああ聞いたことあると思った。そうか、みんなお仕事とかあるからね、ネイルジェルネイルとかもねしにくいですもんね。ジェルネイルめっちゃいいのに、20日におすすめした。20日でもできるとか言ってたんで買うんじゃないでしょうか近々。すごーい。とか言ってたから。成人式の時ジェルネイルした？確かに成人式やりがちだよね。私は成人式はあの何やっけ、成人式どうしたっけな、あ爪つけてったわ、爪白の爪つけていった。いいね、でもすぐ乾くのはマジで。みさん耳がいい、お話会議、私耳いいんです。そうでも良すぎるがあまり外周の音がめちゃめちゃ聞こえすぎる時があって、あれなんだけど、そう耳いいんです私。そうなんですよ、シーンで爪買ったらサイズ合わなくてもうぬるってなった、間違いないね。あドンキおすすめ、ドンキ安いし、やっぱ実物をね見た方がいいね。ネイルは YouTube で勉強した？ネイルは独学マジで。なんかまず UV レジンを昔から好きで、アクセサリーとかね、キーホルダーとか作ってて、レジンの容量でやればいいのか、なるほどねってなってね、もう見よう見まねで、見よう見まね、まあやってみればいいかみたいな感じでねやりました最初。でもまあできるもんだね。
通に伝え忘れたけど今日の髪型かわいい、ありがとう。今日は編み、お、全然見えないな、ありがとう。編み込みです。今日てか今何時、え、待って、23時じゃん、やっぱ。こんな感じ、編み込みしました。やっぱいいから同時進行でしちゃう。カレンちゃん、カレンちゃん推しのいた友達が、ミサ髪伸びるの早いよねって言ってた。同じ頃に髪切ったのね。確かにめっちゃ私長いんですよ。めちゃめちゃ長いし早いんですよ。めっちゃそう、絶対ひなちゃんやん、絶対そうやろ。近くで見るとすっごい可愛いねって皆さん言ってました。ありがとうございます。嬉しい、実物の方が可愛いねって言われます。嬉しいだけど、 割と写真がね、まあ写真が漏れないことが多くて、たどりがちょっと苦手ですね。いや、アイドル向いてないけどマジで。一瞬集中させて、一瞬ね、ベースは大事よ。なぜたどりしたい、最強に可愛く撮れる自信しかない、ありがとう。嬉しい、めっちゃ嬉しい。ひでつるさんハートありがとうございます。そう、今日この下はノースリーブなんで、私最近気温と服のマッチ度、マッチ度というか、あ、この気温だとこれでいいなっていうのが分かってきた。 なかなかシンカセン寝るかなと思ったけど寝なくてよかった。よかったね。乗り過ごしてないんだね、じゃあ。偉いぞよ。
偉いぞよ。私まだ分かんないから悩んだから TikTok で春コーデ気温別調べた頭に、それは頭に。ああね、配信見逃さなくてよかったって、ありがとう。抜けてるとこさえ彼女のエリア。うん、おー、すごい。プラモデルの塗装と同じ要領なので自分もネイル塗ったらうまいと思う。確かにそういうのはマジでうまいと思う。多分多分やけどうまそう。確かに要領的には一緒ですね大体。左手苦手なんだよなマジで。ヒカルズネイル呼ぼうかな。ヒカルズネイル、平野ヒカルなんですけど平野ヒカルがいたらな。ちょっとネイルだけ塗りに来てくんねって言うんだけど、いいよって言ってくる。それで話せたメンバー、ヒカルズネイル氏に金沢旅行に行ってきて写真ちょうだい、後で聖地巡礼するから聖地巡礼のために私金沢行くんや書道得意だからミスターがネイルできるの。私もネイルネイルね難しいよね。でもそう、その要領爪塗ったら何分くらいか。これはジェルネイルなんですぐ乾く。もうライトに今こうやって当てるんですけど、ライトに当てたら乾く。ネックレスしてます。よろしいではないか。剥がすとき、あのね、逆に私安いポリッシュ、ポリッシュというか安いポリッシュね、ジェルネイル、ジェルを使ってるんで、おいってやったら取れるあの普通にね、剥がす、これで剥がせる。このリムーバーをちょっと、まあ、10分ぐらいこうやってし染み込ませたコットンとかにこうずっとつけてたら取れるんですよ。取れるようになるんですよ。
今日メイクいつもと変えるでしょ、一緒だよ最近このメイク。なんか違う？涙袋が、涙袋最近書くようになった。ダメだけどベリベリ剥がすな、ペリペリ剥がすの好き。いやわかる、私も結局ね、めんどくさくてペリペリ剥がしちゃうよねって。そうなんです、結局ね、わかるよ、やっぱ女の子って大変だよね。ふんふんふん。まあ共に生きようぜ翔くん。ネイルするとテンション上がるって誰が？カレン。カレンもよくネイルしてますね。ギター弾いたからもう爪のあれがボロボロだ。前に知り合いが言ってた。へえ。まあネイルはね上がりますね正直。ギターを弾くとねここがこうなるんですよ。見えますか？クリアジェル、あ、わかる。私もクリアジェルだけするときある。足はね、塗ってない。でもこれからサンダルの時期だから、塗っておこうかな、みたいな感じもあるけど。いや、サンダルをね、まず買わないと、買わねばって感じでやらせてもらってますけど。そうなんですよ、意外とね。ささくれできると落ちる。落ちる。マジでそう。まあいいんじゃないか。足の爪まで気を使わないといけないので大変ですね。久しぶりに見に来たけど今何をしてるの？ジェルネイルをしてるよ。はるか中川、中川はるかさん、どなた？ほぼ完成ですけど。
先輩か。なんで急に？サンダル探して、私サンダル探してるんです。あの、アグか、アグのサンダルにしようか。もう一個かわいいやつがあって、マーチンもかわいいんだけど、マーチンは最初ちょっと草ずれするからどうしようかって。でアグを使ってるファンの子が、アグめっちゃいいからマジでって言ってて、うーアグにしようかなって思ってます。今かわいいのはサンダルが全部モコモコして、両方買っちゃえ、両方買ったところでね、両方いいお値段すんのよ。1万8000円、2万弱ぐらいするんだけど、両方買ったら4万なのね。でも履かないで、意外と1種類しかサンダルってさ、割と、まあ、気分に合わせて色物を履きたい気分ではあるけど、ナイキの足疲れない。ああれエアマックス、あれもね気になったんだけど、私もうちょっと厚底がいいなみたいなここあるよねってなって、じゃあやっぱアグじゃねってなったんですよ、私的に。そうちょっとソールそうがねあるやつが良かったんですよ。Yes, okay. そろそろ耳見るラインが動く頃かにゃ。厚底って足首ドギってならないんだよね。ムートムートのイメージだよ。サンダルっておしゃれな選び方。サンダルめっちゃ可愛いのマジで。GU のポテポテサンダル買うけど、え、もっこもこのやつ、私白持ってる、めっちゃ履きやすいあれ。ぜひ買って。ぜひ買ってって言って、うん、マジで。GU のねモコモコのサンダルがあるんですけど、モコモコというかもうポテポテいや絶対一緒のなんだけど、白と青とオレンジとみたいなやつがあるんですよ、ラインナップ。私その白持ってるんだけどさ、眠いかもって言ってらっしゃる先生して、あのね、眠いかもって言っても、ね、やることがあるんですよ、私たちは。そう、やらなければならない。なので、寝れません。石坂園ちゃん。痛い、何が痛い、何が痛い、ここかな、歩いたくないな、サンダルモコモコっていうかね、ツルツルだけどモコモコみたいな。ちょっと GU サンダルで調べてみて、アグのサンダルみたいなやつがあるの、あれがめっちゃね、かわいい。あ、みえみ自分でした、これ？あ、自分でした。上手、ありがとう。ありがとう。
いやーしかし雨でんな。Oh my gosh。 ちょっとちょっと待て。てかめっちゃ痛いんだけど、なんで。ないか。やっと福岡佐賀雨止んだ。よう降ったばい。あれ福岡の方だっけ。ここは、ね、仕事だから雨で憂鬱。確かに雨って憂鬱。なんで憂鬱な気分になるかっていうと、太陽光がないからだと思うの私。まあ濡れるっていう憂鬱さもあるんだけど、多分傘をささなければならない。まず傘を持ち運ばなければならないというね、めんどくささもあるんだけど、やっぱ太陽光がないとね、人ってねマジで落ちていくの。そうだから割と私の学生時代に私のあの前面も同じクラスの子、でも学校に全然来れなかったみたいな子がいるんだけど、その子もねずっとお部屋でね、暗いお部屋で寝たらしいのね。そうと私会いに行った時はね、マジお部屋のカーテン全焼けで、窓全焼けでねやってやったんだけど、いや本当に大事だなと思った。カーテンは絶対一日に朝一回開けた方がいいよ。マジね、心がどん底に落ちていくから。太陽光を浴びないと。雨が降っている時に限って頭痛になって嫌になる。え、それさ、低気圧症じゃなくて。私はね、雨が降ったり、あの低気圧が来ると腰が痛くなったり、頭がたまに痛くなったりとか。あと髪の毛乾かしたら寝れるんだけど、これ見ながら寝落ちしそうで嫌だ。でも眠い。大丈夫。私ももう終わんなきゃいけない時間だからさ。この後は大変ですよ。この後は、この後は私明日何時起きですか。6時半起きなんですよね実は。ただ準備が何も終わってないゆえに準備も終わっていない。夢見るで会議もしていない。メイクも落としていない。お風呂も入っていない。明日の準備が全く終わっていない。結構大変なのにっていう。車の免許の学科試験の勉強しなくちゃいけないのに配信見ちゃう。学科試験の勉強ね、私ねマジ普通に自慢なんだけど、2週間の時も毎日通って、もう8時朝8時から夜の8時までマジ社交行ってた2週間ぐらいなんだけど、ゆる型人間。え、マジゆる型人間なの。ネイルはでも結局なんかネイルをねしないと爪が素の状態だったんで、今日は絶対ネイルをしなきゃいけないんですよ。
ただネイルは今終わらせたから OK。 合宿で、あ、合宿ね、合宿ね、合宿に行かないといけないから大変だったりするけど、合宿の方が早いもんね、言うて。九州の人、社交って、社交っていうね。合宿免許取った？免許合宿、大型合宿、へえ、大型も乗れるんですね。8時帰りの2週間で辛かった6時出発、8時帰りきついね部活結構やる学校やんみたいになってる。車の免許、大雪で1ヶ月お休みだった。高3の時は新しいクラスで初めてできた友達、教習所に通ってたおかげだった。いいですね。私も結構私のところは単発で入る人が多くて、一緒にね、一緒の日に入るっていうのがなかなかないんだって。この人はこの日に入って、この人はこの日に入ってみたいな。でも私偶然一個上の女の子が本当に同じ日に入って、で同じ日ぐらいにこう出たんですけど、社交泊まってるところ、朝風呂に東京リベンジャーズみたいな人いて、怖い人いてないですおもろ。そう、私も同じその女の子の友達ができて、そうそうなんです。でその子偶然、マジで偶然、ギターもやってて、マニュアル、オートマ、普通のやつわかんない、どっちだっけ。難しくない方ですね、多分。ユミミールは私と吉田だけ持ってます。さあじゃあ終わろうかしら。ガチャガチャするのがマニュアル。でもガチャガチャするやつもさ習うよね。ペダルが2つ、合否は全部私がイケてる、私がイケてる、私なら大丈夫ってなってた。ほんとにそう、オートマですね。よくみんなが持ってる方です。はあ、やばい、これから準備めんどくさい。2日間ありがとう。こちらこそありがとう。そんじゃ終わるか、メイク落とそっかな。このまま、私は今メイクを落としてお風呂に入るという行為をしなければならないと。そう、
OK。左でのが好き。やっぱ右手、利き手だとね、可愛くできるよね、そりゃ。森駅着いたら、こう。オッケー、私は今からメイクを落としていくよ。もうそんな時間なの。これ使います。参りました。かわいいけど、撮りまーす。髪の毛がいい匂いするよ。ちょっと配信内で落としちゃおうと思って、メイクぐらいじゃないとこの後うだうだする気がするので、メイク落とし配信してるの私だけ切ない。メイク落としてるの、あんまりすっぴん見られたくないよみたいな感じの人が多いですよね。私も逆にさ、すっぴんとあれ変わんないねって言われすぎて、あ、変わんないならいいかってなっちゃうよね。よくやってますよ、私の配信で。爪かわいい。よくね、メイク落とし配信やってます。メイク落とし配信、そう、あの配信終わるとさ、本当に急激に眠気が来るというか、そう。もうやっぱり夜やってるからさ、みんな多分終わったら秒で寝ると思うのよ。それと一緒、私の配信が終わったら秒で寝ると思うんだけど、あ、ずれた思うんだけど、それと一緒で、その時期暑くないと思うんですよ。この下キャミソールなの。そう、本当はこれで行こうと思ったけど、さすがに寒すぎるな、夏すぎるでしょと思って見ました。うん、メイクしてんのとすっぴん変わんないって言われる。そう、でもメイク落とすと赤ちゃんだねって言われることが多いよ、マジで。意味が分かんないけど嬉しい。でも、え、パシフィコめっちゃ暑かったですよね。確かに。次は7月30？マジ？もうちょっと撮りなよ。
もうちょっと会いに来なよ。予定がね、予定分かんないね。もし予定が合う日があったら待ってますよ。お早めに来てください。もう私こうやってメイク落として、クーラーついてたのかなあれ。めっちゃなんかムワってしてたよね。マジで。メイク落とし配信でまつげあるだけでまだね、まつげ結構大事ですよね。意外とまつげってまつげ命、前髪命とかじゃなくてまつげね命。外は帰りをちょっとね、やっぱ雨降ってたじゃないですか。だからちょっと肌寒かった。外は風がね、風が冷たいです。冷たいというか、うん。多分温度的にはあれなんだけど、体感温度的にはマジで寒かった。いや寒かったか、今日は夜は。うん。会場暑いってツイートたくさん見て、そんなわけなかろうと思ったら暑いことやめた。いやそうだよね、暑いかったよね。確かに。そう、外はね雨降っててマジ寒かった。私はちゃんちゃちゃーん、メイク落とし完了。まつげゴリゴリして、あのね取れないんだよね全然。けどこういうまつげ落とし、まつげ、まつげから落としはなんか目に入るんですよ。私目に入るの怖くて、だからこれもうまつげを挟んでこうやって髪の毛をこうやってしてる感じで撮ってます。まつげ下地がね結構あれだよね。夢見る。寝たかな？みんな寝かせつない？だって LINE 増えてないもん。何しようとしたっけ？目元専用。あ、そう、目元専。でももうなんか、これで落ち着いちゃった、結局。廊下がなんかと、まつげが抜けて困ってる。へぇ、私、あのね、毛が強いんだよね。毛とか。肌が強くて、だからゴリ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 やっても全然、だから吉田とか宇多田にそうやって落としてるのいいなって言われる。こうやって落として、でもさ、メイクさんとか割とメイクを落としてくださるときこうやって結構やるんですよ。こうやって、だからやっぱりなんかこう肌が敏感だからって言ってちゃんと落とさないのがやばいんだと思う。
意外と残ってますからね、こうやると。で、私まずファンデーションあんまつけてないんですよ。まずね。そう、だから結構っていうのはありますね。水道水で洗います。後で。よし、ナイスヒー。うん。んじゃ。そんじゃ、すっきり。水道水で洗う。目がちょっとメイク落とすのどっちが大変？メイクするのですね。大変だね、メイクするの。でも最近は慣れたけど、やっぱり。よし。そんじゃ、ランキング読もうかしら。ランキングが読みます。13位、雪平さん。12位。ジョークスノーさん、11位マーガレットさん、10位ヨンミンさん、9位エスナスさん、8位シュンゴさん、7位ヨコユさん、6位ベルちゃん、カイジュさん、ミさんは、5位ホノちゃん、4位エンチさん、3位オムレイスさん、2位ツムジカデさん、1位アンネさん、ミサが最高でした。ということで、お話し会ありがとうございました。ソロボチオコメントあらーありがとうございました。遠いとこから皆様本当に。それじゃあ、ありがとうございました。明日も頑張りましょう。バイバーイ。おやすみなさい。